平野の仕様との協業に関する疑惑に異例の声明。ダンサー RIEHATA が誤解解消のために感謝の気持ちを表明し、ファンの一部が謝罪。新たなる結びつき、RIEHATA のダンスとファンとの共鳴。こんにちは、エンターテイメント愛好者の皆さん。今回は、世界的なダンサーで振付師の RIEHATA に焦点を当て、彼の最新の声明とその背後に潜む物語を探ります。 ダンスの才能とファンとの結びつき、そしてコミュニティの中で生じる疑念について考察してみましょう。RIEHATA は BTS や King&Prince など数々のアーティストとのコラボレーションでその才能を発揮してきました。しかし、今年の1月1日に彼が手掛けた n、no. ンバー愛 I のシングル GOAT がリリースされた後、一部のファンからの非難の声に直面しました。なぜなら、 一部のファンが彼とヒラノ陽の関係に疑念を抱いていたからです。例えば、ヒラノ陽がインスタグラムにアップしたツーショット写真や共通のアイテムを身につける様子が一部のファンによって匂わせ疑惑として捉えられました。しかし、これは単なる誤解に過ぎず、RIEHATA はそれに対する誤解を解くべく異例の声明を発表しました。彼の声明には、私は息子二人と暮らして、 家族以外の時間は仕事だけを全うしています。勘違いをされている方、どうかご安心くださいという言葉が込められています。この明確な言葉は、ファンとの結びつきを大切にする彼の姿勢を示しています。そんな中、平野紫仕様のファンたちからは、RIEHATA に対する謝罪や指示の声も上がっています。ファンたちは、誤解が解けたことを喜び、共にエンターテイメントを楽しむことを期待しています。しかし、 これは単なるスキャンダルの集結ではありません。むしろ、ダンスという芸術を通じて生まれる結びつきと共感の物語と言えるでしょう。RIEHATA とヒラの仕そしてファンたちが共に歩む未来に期待が膨らみます。この一連の出来事を通じて、我々はアーティストとファンの間に生まれるつながりの重要性を改めて感じることができました。エンターテイメントは いななるる芸術のの表現でではなく、人々ををを結びつけ、共感を生む力を持っているのです。最後に、RIEHATA に対しては、今後も彼のダンスを通じて、私たちに感動を提供してもらいたいと期待しています。そして、ファンたちもこれからもアーティストとの結びつきを大切にし、共に成長し続けることができるでしょう。エンターテイメントの舞台裏に広がる物語を共に楽しんでいきましょう。